普段グラビア誌に坂道メンバーが掲載されても露出度はあまり高くありませんが、ソロ写真集では水着のカットやランジェリーのカットも少なくありません。また坂道メンバーがソロ写真集を出すと宣伝用のツイッターアカウントで他のメンバーのリアクション動画が発売前後に投稿されるのが恒例です。今回は4期生の柿遥香さんの写真集を見た他のメンバーの反応に関するエピソードを紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。しっかり者な柿遥香が写真集を発売。4期生の中でもエース格として活躍するしっかり者の柿さんですが、2022年の6月7日に新潮社からファーストソロ写真集まっさらを発売しました。栃木県で育ち、あまり海に行く機会がなかった柿さんの要望により宮古島と東京で撮影。卒業記念の写真集が続き、4期生初のソロ写真集発売ということもあって、発売決定の知らせを聞いた多くのファンが喜びました。柿さんの写真集は初版16万部でスタートしましたが、予約段階ですごく売れ行きが良く、発売前に1万部の重版が3度決まったのです。初版16万部スタートは坂道グループメンバーのファーストソロ写真集としては史上最多の部数で、100年以上の歴史を持つ新潮社においても写真集の初版としては最多の部数でした。このように史上最多の初版部数となった柿さんの写真集ですが、発売後も好調で初週だけで 14.6 万部の売り上げを記録します。これまで様々な坂道メンバーがソロ写真集を出してきましたが、この記録もファーストソロ写真集として過去最高の売り上げ部数だったのです。ではなぜこれほどまでの売れ行きになったのかというと、もともとの柿さんの人気もありますが、店舗限定の特典や表紙、封入されているランダムのポストカードなどの出来が良かったのも考えられます。限定特典や表紙には限りがあり、柿さんの写真集の公式ツイッターでは発売後間もないタイミングで限定表紙や限定特典の在庫がなくなりそうだと伝えていたことを考えると、限定特典付きの写真集の売れ行きが想定よりも良かったことがわかります。柿さんの写真集は多くの人から購入されるほど素晴らしいものに仕上がったのです。写真集で初めてビキニを着た。とても好調な売れ行きとなった柿さんの写真集ですが、柿さんはこの写真集で初めてビキニを着たと様々なインタビューで答えています。 AKB グループではグラビア誌に掲載されるときは水着のカットがあることの方が多いですが、坂道グループのメンバーがグラビア誌に掲載されても基本露出は控えめです。そして水着のカットやランジェリーのカットが掲載されるのは基本的に写真集だけです。坂道メンバーの水着グラビアは他のアイドルグループと比べるとかなりレアなものになっています。また柿さんは高校2年生の時に乃木坂46に加入しており、年齢的に考えても加入前にビキニの水着を着る機会は少なかったと考えられます。それだけではなく、柿さんはどちらかというとインドア派ということを考えると、水着を着るような海やプールへ積極的に行くとは考えられません。そういったことを考えると、柿さんが写真集の撮影で初めてビキニを着たのもうなずけます。写真集のために体を鍛えた。写真集で初めてビキニを着た柿さんですが、水着カットやランジェリーカットの撮影に向けて体を鍛えたこともインタビューなどで答えています。柿さんは加入当初からスタイルに自信がないため、ボディラインが出ず体型を隠せるような私服をよく着ています。しかし写真集は形として残り続けるため、徐々に後悔したくないと思った柿さんは写真集の撮影が近づいてから体を鍛え始めました。仕事終わりに家で筋トレや有酸素運動ダンスをしたり、食事の内容や量を気をつけたり、時間があるときは外に歩きに行ったりしたのです。写真集の撮影に向けて毎日コツコツと鍛えた成果はしっかりと出ており、写真集の水着カットを見てみると、女性らしい体つきは残しながら、引き締まっているところはしっかり引き締まっている体になっています。こういった健康的に引き締まった体に鍛えたことも写真集の売れ行きが好調になった要因だと考えられます。一般的に女性アイドルの写真集の購入者は男性の方が多いです。しかし柿さんの写真集はネット上の口コミを見てみると女性からも好評で、女性の購入者も多かったと考えられます。女性からも支持されたことも柿さんの写真集が坂道メンバーのファーストソロ写真集として歴代1位の初週売り上げになった要因だと言えます。田村真由に過激すぎると本気で注意される。柿さんと同じ4期生の田村真由さんは写真集を見て過激すぎると本気で注意しました。4期生最年長の田村さんですが、柿さんとも仲良く一緒に出かけることも多いです。そんな田村さんは柿さんの写真集を見て、お腹見せすぎ、こんなプライベートのところまで見せちゃってと注意しました。
写真集では柿さんがお腹の見える服を着ていたり、泡風呂の中に入浴しているカットがあったり、歯磨きをしているカットがあります。カメラさんが注意したのはこういったカットだったと考えられます。普段の柿さんの私服はモノトーンでカジュアルなことが多く、露出度もあまり高くないため、田村さんも驚きこういったコメントにつながったのではないでしょうか。また田村さんは先行カットが公開されるたびに毎回必ずチェックしていて、写真集の完成をすごく楽しみにしていたようです。ワイワイと田村さんと柿さんの2人で写真集を見る姿からは2人の仲の良さが伝わってきました。久保しおりに焼きもちを焼かれる。3期生の久保しおりさんは柿さんの写真集を見てちょっと怒った感じで焼きもちを焼きました。柿さんにとって久保さんは先輩ではありますが、同い年で高校生時代は同じ学校に通っていたため同級生という関係性でもあります。そんな久保さんですが、写真集の終盤のページにあるカットを見て、こんな顔今まで見せてくれたことなかったじゃんと焼きもちを焼いたのです。またその後のページを見ると、あと数ページでまだ新しい顔残してたのと驚きを隠せませんでした。写真集終盤のページには、今まで乃木坂46で活動してきた中で見せてなかった表情の柿さんが多く掲載されており、久保さんがこんな顔を今まで見せてくれなかったと焼きもちを焼くのもうなずけます。そしてもともと乃木坂ファンだった久保さんは、柿さんの写真集を見ている間ずっとファンのような反応をしていました。終始可愛いと連呼しながら柿さんの写真集を見続けたのでした。山下美月にスタイル良すぎと怒られる。柿さんが慕っている3期生の山下美月さんは写真集を見て柿さんのスタイルの良さに怒りました。柿さんは山下さんのことを先輩メンバーの中で一番慕っており、完成した写真集を一番最初に見せるのは山下さんと決めていたほどです。その証拠に写真集の公式ツイッターアカウントに投稿された写真集を一緒に見る動画が一番多かったのが山下さんでした。そんな山下さんですが、柿さんの写真集を見てスタイルよ足長とやや怒り気味にスタイルの良さに驚いていました。山下さんも十分スタイルが良く、キャンキャンの専属モデルを務めていますが、柿さんは山下さんの身長よりも6センチ高い166センチと女性としては身長があるため、よりスタイルがよく見えます。そして柿さんは写真集の撮影を行うにあたって体を鍛えたため、写真集ではより一層スタイルよく写っています。そのため山下さんが柿さんのスタイルの良さに驚くのもうなずけます。また山下さんのスタイルよ足長という反応は柿さんへの褒め言葉でもあります。インタビューでは毎日ちょっとずつやっていたと語っていますが、体を鍛えるために毎日いろいろと行うのは大変なことです。言葉にはしていませんが、スタイルの良さを先輩の中でも一番慕っている山下さんに褒められたのは柿さんにとってすごく嬉しいことだったでしょう。遠藤さくらが目のやりどころに困ると怒る。4期生の遠藤さくらさんは柿さんの写真集を見て目のやりどころに困っていました。柿さんと遠藤さんは同い年で、早い段階で選抜入りを果たし目立つポジションになることの多い2人です。そんな遠藤さんですが、大人っぽいカットのページになると目のやり場に困っていたのです。実際柿さんの写真集には水着のカットや入浴カットなどがあります。一緒にプールや海に行く機会があれば水着姿を見る機会もありますが、2人ともインドア派であり、2人でそういったところへ行ったというエピソードもないため、遠藤さんが柿さんの水着姿を見るのは初めてのことです。また同棲でいくら仲のいい間柄でも一緒にお風呂に入る機会は少なく、一緒に温泉に行ったという話も聞いたことがないため、柿さんの入浴姿を遠藤さんが見るのも初めてのことだと考えられます。こういったことを考えると、遠藤さんが写真集の水着カットや入浴のカットで目のやり場に困ってもおかしくありません。しかし遠藤さんは目のやり場に困りながらも、そういった写真を見て大人っぽいお姉さんじゃんと大人な雰囲気を褒めていました。その他にも写真集を見終わった感想として、カッキーの魅力ダダ漏れでしたねと語っていて、普段から近くでカキさんのことを見ている立場の人が見ても良さが詰まった写真集に仕上がっていたのです。秋元真夏にセクシーすぎると怒られる。写真集を見た1期生の秋元真夏さんからセクシーすぎるとカキさんは怒られてしまいました。木も年齢も結構離れている後輩を見ることになった秋元さんは、緊張すると言いながら写真集を見ていきます。その中で水着のカットあたりで、気がついたら大人になってウエストが細いと褒めつつも、セクシーすぎると怒り気味だったのです。秋元さんがセクシーすぎると言ったのは水着のカットだけではなく、泡風呂の入浴カットや大人っぽいドレスを着たカットだと考えられます。
泡風呂のカットは普段の活動ではなかなか見ることのないカキさんの綺麗な背中をあらわにしており、ドレスのカットでは背中が大きく開いているドレスを着用しています。そのため写真集の中でもかなりセクシーな感じのカットになっており、秋元さんがセクシーすぎると言ったのではないでしょうか。また秋元さんは写真集を見て、横顔が綺麗、鼻から顎にかけてのラインが綺麗とカキさんの横顔の綺麗さを褒め、見たことのないカッキーが詰まってたと感想を語りました。梅澤美波が母性を爆発させて怒る。換気扇の梅澤美波さんはカキさんの写真集を見て母性を爆発させていました。卒業生で1期生の斉藤飛鳥さんとの関係から一部のファンからママと言われている梅澤さん、カキさんの写真集の水着カットを見て我が子の写真を見ているみたいと母性を爆発させたのです。母性を爆発させた梅澤さんは水着のカットを見て、初めての水着での撮影は緊張しなかったかと質問。実際に自分も写真集の撮影をした経験から来る質問だと考えられます。この質問に対してカキさんは水着の撮影もそこまで緊張することなく挑めたと答えています。また写真集を見ながらスタイルがいいと褒めながら、カッキーの笑顔は宝物だからと再び母性を爆発させたのです。カキさんがセンターを務めた28枚目シングル君に叱られたも、30枚目シングル好きというのはロックだぜもカキさんの笑顔がすごく映える曲になっており、カキさんの良さが前面に出ています。そして写真集でもカキさんの笑顔も健在で、さまざまな表情を見せていますが、その中でも目を引くのはやはり笑顔のカットです。梅澤さんがカッキーの笑顔は宝物だからと言ったのも納得です。今回はカキさんの写真集を他のメンバーが見た時のエピソードについて紹介してきました。それぞれのメンバーがカキさんの写真集を見て違った反応を見せましたが、どのメンバーも口を揃えて言っていたのはカキさんのスタイルの良さと可愛さです。カキさんの写真集の売り上げがこれまで坂道グループのメンバーが出したファーストソロ写真集の中でもかなり好調だったのも、人気だけではなくカキさんの可愛さやスタイルの良さも大きな要因だったと考えられます。カキさんの写真集を見てここが良かった、ここを絶対に見てほしいというところがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。